見慣れない料理だな。まあ、せっかく用意してくれたんだし、食べてみようよ。ね、スカ。うんま。これ何の肉だ？このハムみてえの。芳醇にして飽きのこない味だ。特にこのソース、酸味と甘味の調和が絶妙だ。聞くまでもなかったか。俺たちも食べよう。それでポートブリーズだっけ？ああ、正しくはポートブリーズ群島のエインガナ島だな。俺たちの気球団は空の果てを目指してんだが、この町で物資やらを買い足してたんだよ。ポートブリーズ、エインガナ島、気球団。とりあえず日本じゃねえよな。ポートブリーズなんて場所、どの都道府県にもないよな。耳にしたことはないな。そもそも島が空に浮いていることが普通じゃない。そうそう、それがそもそもありえなくない？あの人たちが言ってる気球艇っていうのも飛行機とも飛行船とも違う形だし。言葉は通じっけど、街も人も海外のファンタジーって感じだよな。シャドウがいれば我が輩にはそれがわかるからな。だからひとまずここがパレスでもメメントスでもないことは我が輩が断言できる。ただ我が輩たちのいた世界とは何もかもが違いすぎる。お前たちの目にも焼き付いてるだろう、あの空に浮かんでいたいくつもの島を。にわかには信じがたいが、ここはもう一つの現実。いわゆるパレスやメメントスとは異なる別の世界と思った方がいいだろうな。でもそしたらなんで私たちメメントスからこの世界に？それにどうやって戻れば。わからない。何しろ情報が足りないからな。今はここがパレスでもメメントスでもないということをただ受け入れるしかなさそうだ。それで今度は君たちのことを教えてくれないか。変わった装いにまだかなり年若いように見える。気球団を含めたいろいろなことに少々疎いようだが、君たちは一体何者なんだ？異世界の奴らにどこから説明すりゃいいんだ？I'm from Japan。 なんで今さら英語？さっきまで普通に言葉通じてたし。それよりも何と名乗るかが問題だ。正直に怪盗団と名乗っていいものか。ここで警察に捕まりでもしたら元の世界に戻るどころの話じゃなくなってしまうぞ。しかしな、我が輩たちは怪盗以外の何者でも。怪盗？やっぱりお前らそうなのか。いや、その私たちは怪盗って言っても悪いことしてるわけじゃ。道理で顔を隠してるわけだ。でも怪盗なんて実物は初めて見たかもな。ああ、なんつうかいかにもって感じだよな。はい、かっこいいです。あれ、なんかナチュラルに受け入れられてる感じ。かっこいいか。なことになってんな、お前ら。異なる世界をつなぐ光か。そこまでの異常となると星晶獣が関わっている可能性があるな。星晶獣？それが手がかりになるの？我が輩たちは何としても元の自分たちの世界に戻りたいんだ。いや、戻りたいっつうより戻らなきゃいけねえ。
そうだな。心の回答団として俺たちにはまだやることがある。話を聞かせてほしい。飛空士として困ってる奴らは見捨てておけねえもんな。